ジャック・ティボーはフランス出身のバイオリニスト。フランコベルギー派の代表格として知られ、フリッツ・クライスラーと並び称された。ボルドーの音楽教師の息子として生まれたティボーは、早くからバイオリンの才能を示し、8歳でリサイタルを開き、13歳からパリ音楽院でマルタン・マルシックに学んだ。1896年にパリ音楽院を主席で卒業したティボーは、生活費のために、 パリのカフェでバイオリンを弾いていたところを指揮者、エドアル・コロンヌの目に留まり、コロンヌ管弦楽団に招かれる。以後たびたび独奏者として活躍して、名声を高めた。1905年には、アルフレッド・コルトーパブロ・カザルスと共に三重相談を結成。最初の公開演奏会は1906年12月28日に、リール市で行われた。1923年、初来日。 1936年、二度目の来日。この来日時に日本ビクター東京吹き込み所で録音を行ったほか、ヨック放送局からラジオ放送の演奏を行った。第二次世界大戦中はフランスにとどまり、ドイツでの演奏を拒否した。1943年には、マルグリット・ロンと共同で音楽コンクールを開催、イゴロン・ティヴォー国際コンクールとして、 若手音楽家の登竜門となる。1953年、三度目の来日途中、乗っていたエールフランスのロッキード・コンステレーションが、ニースへのファイナルアプローチの最中に、バルスロネット近郊のアルプス山脈に衝突。事故調査の結果、クフィットとされた、この事故により残る41名の、乗員乗客全員と共に死去した。彼が愛用していた1720年生。 ストラディバリウスはこの事故で失われてしまった。ありがとうございます。